こんにちは。自営業専門の税理士川南です。本日の動画はですね、失敗経営者の特徴ということで、売上を追求するタイプについて動画で解説していきたいと思います。ビジネスを失敗しないためにもですね、しっかりとこのダメな経営者のタイプを抑えておきましょう。私はオンラインサロンの運営と各 SNS をやっております。またビジネス書を2冊出版しております。動画で紹介した引用元や図解などは概要欄に載っております。またビジネス本、SNS も概要欄にリンク貼ってありますので、そちらの方からぜひチェックしてみてください。それでは早速本日の内容いってみましょう。はい、それでは本日の動画は失敗経営者の特徴ということで、売上追求型タイプについて解説をしていきます。本日の内容になります。失敗経営者の特徴ということで、売上のみ見ているとこうなってしまうよという事例を順番に紹介していきます。まず1つ目、売上しか見ていないとダメな理由について解説します。2つ目、売上を増やせば、確かに売上は大事ですよね。売上を増やしたら儲かるのかについての観点から考えてみます。そして3つ目、長期的ビジョンで見るとどうなのかについて。そして最後、現金がクラッシュする、要は現金がなくなるとビジネスは終了ですよっていう点からも考えてみたいと思います。以上4つの点から考えてみたいと思いますので、この動画最後の方までしっかり見て押さえておきましょう。さて、まず売上しか見ていないとダメな理由について解説をしていきます。売上は確かに重要です。売上がないとですね、ビジネスというのは回っていかないので、売上は非常に大事なポイントなんですけど、これたまにね、経営者の方でいらっしゃるんですけど、売上至上主義の方がいらっしゃいます。要は売上の数字が気になって、売上の数字のみしか見てないという経営者さんがやはり一定数いらっしゃいます。そういう風になってしまうとどうなるかと言いますと、入ってくるお金しか意識がいかないという風になってきています。入ってくるお金に意識がいってしまうがためにですね、このようなことになります。入金額を見て稼いでいるような気分になることがあります。これ気が大きくなるということでですね、こういった気が大きくなる、自分は稼いでいるんだっていうような気分になりがちな時に起こるのがこちらです。無駄な出費が増えがちです。要は本当に必要ないものまで売上の金額が頭にちらついてですね、なんか節税をしないといけないような気がするとか、経費になるからいいだろうということで無駄な出費が増えがちになります。またコストや経費のところに意識がいかないため、見落としたりですね、こういった以上の点からですね、利益率の低下を引き起こしてしまうんですね。ですので売上は非常に確かに大事なんですけど、そこばかり見ていてしまってですね、稼いでるっていうような感覚にならないように、皆さん経営者になった時には気をつけてください。そしてこういった方はですね、特に年収で勝負しがちです。次のスライドでどういったことか見ていきます。皆さんこういった方の傾向として年収で勝負しがちです。どういったことかと言いますと、ちょっとね、図で簡単に解説していきたいと思います。実態ですね。会社 AB、 これ別に個人事業でも構いません。会社だけの話ではありません。会社の社長さんもそうですし、個人事業主の代表の方も当てはまります。会社 AB があったとして、片方は売上が8000万でした。片方は売上が4000万。要は A 社と B 社は売上を比較すると半分ってことですね。年収で勝負しがちなのはですね、例えば A 社の社長さんが、うちは売上8000万だ、うちは4000万なんですって言った時にですね、年収で勝負すると A 社の方が儲かってるって見えがちなんですよね。でもですね、実態はどうかと言いますと、少し見てみましょう。経費がこちらの A 社は7000万かかってました。 B 社は経費が1500万でした。ということはですね、結果利益はこのようになります。 A 社は利益が1000万、 B 社の方は利益が2500万残ってる。この A 社と B 社比較したら、どっちがビジネスが上手くなってると言えるでしょうか。売上だけで判断する、年商だけで判断するっていうのは非常に危険なんですね。実態を知る、もしくは実態を抑えるということが大事になってきます。とはいえですね、売上がなければビジネスは立ち行かないですよね。じゃあ売上を増やせば儲かるんじゃないかと思うかと思うんですけど、次のスライドでね、そういったところの落とし穴を解説します。はい、売上を増やしたら儲かるんじゃないか、確かにそうですよね。売上が増えれば、売上を上げれば上げるほど利益というのは出てくる、要は利益、儲けは出てくるというのが一般的な流れだと思います。しかしですね、ここが要注意点、落とし穴なんですけど、売上が増加するということをですね、基本的にどのビジネスも経費というものは増加していきます。売上が増加すれば経費も上がるというふうに連動しているってことですね。そこを見落とさないように経営者は気をつけましょうという話
です。例えばなんですけど、売上が増加するということはですよ、例えば仕入れがある方はですね、仕入れの数が増えたり仕入れの金額が増える、そうしないと売上を上げることができないので、仕入れが増えるというのが一つの要因となります。またそれの仕事をこなす売上を上げるためにはですね、スタッフが必要になったりすることって多々ありますよね。そうなるとその売上を仕事をこなすために人件費などが増えるということが要因になったりもします。ですので売上が増加するからその分利益がダイレクトに上がるというわけではなくてですね、経費も連動するっていうことをしっかりと押さえておきましょう。そしてあまり売上ばかり見ているとこういったことも起こり得ます。サービスや品質の低下、要は売上を立てることにだけにですね重要視していますと、サービスや品質の低下につながるというケースが多々あります。こちらのサービスや品質が低下してきてしまうとですね、今まで売れていた商品が売れなくなったりということにもなりますし、またですね顧客満足度がダウンする、顧客は離れていきますし、リピーターというねビジネスの仕組みというのが生まれにくくなります。ですのでこういったことを考慮すると、売上を増やしたから儲かるというものではビジネスはないということをしっかりと押さえておきましょう。ですので売上が増えてもですね、利益がもちろん上がることもあるんですけど、こういった今紹介した要因から下がるケースもあるんだよということはしっかりと知っておきましょう。では次、長期的なビジョンから見てこの売上追求タイプはどうなるかと言いますと、次のスライドで解説します。はい、長期的なビジョンで見てみるとですね、やはり売上のみを見ていると短期的な売上を追求します。これ一般的にですね、経営者になる方や代表になる方って結構以前営業職をされていたって方が全員ではないんですけど比較的多い傾向があるんですね。そうしますと自分はずっと営業をしていた時代の名残があってですね、とにかく売上を上げないとビジネスはいけないというような方が多いという現実があります。しかしですね、この短期的な売上ばっかり追求して、とりあえず目先の売上ばかり追っていってしまうとですね、長期的なビジョンで見た場合にこういった失敗に陥りがちです。長期的な計画や目標が立てにくいため、目標や計画を見失ってしまうという傾向があります。またですね、売上にばかり目が行くばかり競合他社に目が行かなくなったりというケースもあります。競合他社が目に行かないということはですね、他社がどんなサービスを今提供しているのか、新しいのにどういったことをしているのか、また料金を上げた下げたというところもですね、目が行かなくなりがちですので、そこはね、やはりしっかりとライバルの状況というのもビジネスは抑えていかなければいけません。そして売上ばかり追求しているとですね、時代の波や流れに乗り遅れる可能性があります。しっかりと周りを見るようにしましょう。そうしたことが起こってきますと、時代の流れにも乗れず、まあね、競合他社の方にも目が行かないとですね、顧客のニーズもつかめないということになりがちですので、長期的なビジョンで見てもですね、短期的な売上ばかりを追求する、売上ばかり目に行っているとこういったことが起こるので、しっかりと全体を把握する必要性がありますよということです。はい、そして最後のポイントなんですけど、現金がなくなればね、ビジネスは終了、済みますよという観点から話をしたいと思います。どういったことかと言いますと、現金がなくれれば終了ということですね。これは資金繰りの重要性、基本的にビジネスというのはですね、売上、要は稼いだお金から経費などの支払いが必要になってきます。売上から必要な経費を支払うというねことが基本的なルールになっております。この経費の支払いができない状況、また支払いが滞るということになりましたら、要は資金がクラッシュしてですね、支払えなくなると、ビジネスというのはいくら利益が出ていても、ビジネスというのは支払いができなくなった時点で終了となります。これはどういったことかと言いますと、もう少ししたら、例えば2週間先、1ヶ月後に大きなお金が入るんですけども、支払う経費、お金がない、現金がない、また預金がない、すぐ動かせるお金がないという場合にはですね、資金がクラッシュすることになります。ですので支払いができなくなったら、ビジネスというのはいくら売上があったとしても、利益があったとしても終了するケースがあるんですね。もちろん経費の支払い先がお願いして待ってくださったりとかですね、もう少しまあ待ってあげますよみたいに言ってくださるケースももちろんあるんですけど、毎回毎回そんなわけにはいきませんよね。基本的にはですね、締め切り、要は支払い日というのは取引先、相手先との約束ですから、それを破るというのはね、ビジネス上信用を失う大きなマイナス点となります。ですので資金繰りができてないと、つまり全体の数字が把握できていないと、たまに聞くであろうこの黒字倒産というね専門用語があるんですけど、黒字なのに会社やビジネスをね倒産したり、また廃業しなければいけなくなるということも実際ケースとしてはあります。この黒字倒産
倒産というのは、売上があるのに、利益があるのに倒産する、廃業するっていうのことを指しております。このように資金が回らなくなりましたら、ビジネスというのは終了になります。どのね取引先も人が良くて待ってくれればいいんですけど、そういったケースばかりではありませんし、ビジネスの信用上そういったものはまずいです。皆さんこれ聞いてね、じゃあ銀行から借り入れすればいいんじゃないかと思う方多いかと思うんですけど、銀行の借り入れというのはですね、今日頼みに行って明日明後日に下ろしてもらえる、または審査が下りるものではありません。銀行の審査があったり、また借り入れするになっても書類の手続きを踏んだりしてますと時間がかかるので、その間に支払いができなくなったものがあったらそこで終了となってしまいますので、借り入れというのはねすぐできるものじゃないということ、また希望の金額が下りるというね可能性がね絶対ではないんですので、希望金額が通るというわけではないということをしっかりビジネスされている方は覚えておきましょう。というわけで本日のまとめです。確かに売上もねビジネスにおいて非常に大事です。まずね売上がないと、稼ぎがないとビジネスっていうのは継続できないんですけども、それ以外他に見るべき数字があるよということを経営者の方はしっかりと学んで押さえておきましょう。売上だけを見て一喜一憂をしないって点、また売上だけを見てるとね儲かっているっていうふうに錯覚することもありますので、こちらしっかりと注意しましょう。そして先ほどね冒頭の方で紹介したように、年収で勝負するよりもですね、実態の利益っていうのがビジネスは重要になってきますので、そちらを重視するようにしてください。本日の動画を見て失敗経営者のタイプにね該当しないようにしっかりとチェックしてビジネスをしていきましょう。私は税理士川南のオンラインサロンということで、オンラインサロンを運営しております。メリットが3つあります。1つ目がオンライン上で質問や相談をいつでもすることができます。こちら Facebook の非公開グループで運営をしております。2つ目、サロンズームを2ヶ月に1回定期的に開催しております。ズーム上で私に直接質問や相談をすることができるという点、また他のサロンメンバーと異業種交流ということで情報交換ができるということで非常に好評です。そして3つ目ですね、他では投稿してないような税理士の裏側、経理、税金、確定申告の新しい情報などなど、平日毎日記事にしてオンラインサロンのみだけに投稿しております。こちらオンラインサロン気になるよって方は詳しくは概要欄から飛べるようになっておりますので、ぜひよろしくお願いします。はい、そして YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いします。いいね、コメント、高評価ボタンしていただけると励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。また私はビジネス書を2冊出しておりまして、もうすぐスタートする10月からスタートするインボイス Q&A ブック、世界一わかりやすいということで図解と表がふんだんに使われていて非常に使いやすい本になっておりますので、ぜひご購入お願いします。またフリーランスに必要な経理、税金、確定申告、節税の情報を1冊にギュッとまとめたフリーランス本も出しておりますので、こちらの方も合わせてよろしくお願いします。どちらも Amazon から、また Kindle 版もありますのでチェックの方してみてください。そして他やっている SNS としてはですね、 Instagram、Twitter、TikTok、Voicy とやっておりますので、各 SNS 少し違った内容を投稿していてますので、他の SNS もぜひチェックの方をしてフォローの方お待ちしております。はい、本日の内容は以上になります。いつも動画見てくださっている方ありがとうございます。コメントもすべて目を通しておりますので、ぜひねいいねやコメント、高評価ボタンしていただけると励みになりますので、よろしくお願いします。またいろいろ私は SNS やっておりますので、他の SNS もぜひ覗きに来てください。フォローお待ちしております。またボイシーもやっておりますので、ボイシーぜひ声で耳から情報を得ることができる、学ぶことができるものですので、ボイシーの方もぜひ覗いてみてフォローの方お願いします。はい、それでは以上になります。最後まで見てくださってありがとうございます。税理士川南でした。またの YouTube でお会いしましょう。それではまた。